さあ続いてはエンジョイライフのコーナー行きたいと思います。今日もお得な情報をまみちゃんお願いします。はい、ご覧の中の皆さんにもそしてスタジオの皆さんにも動物と一緒に生活をしてらっしゃる方がいらっしゃいますね。家族です、家族、ねそんな動物ペットちゃんたちが健康にそして快適に暮らすにはおすすめのグッズをリサーチしてまいりました。どうぞ。あくびするの、もうかわいいです。もうずっとここでいていいですか？ダメね。そうダメなんです。今日はワンちゃんや猫ちゃんが快適に過ごすためのアイテムをいろいろご紹介していきます。ご紹介いただきますのはホームワイド平和大店の加藤さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いいたします。何でも屋さんということで今回は可愛いペットちゃんたちのアイテムをご紹介いただきます。はい、たくさんご紹介いたします。よろしくお願いします。今回は可愛らしいペットたちのおすすめアイテムということでまずはこちらです。はい、まず本日ご紹介させていただきますのがオートマチックペットテントになります。ペットたちのテント、はい、テントになります。まずですね加藤さん、なんといってもテントなのに軽い。軽いですね。コンパクトに収納できるタイプになっております。これがどんな風にテントになるんですか？はい、早速やってみます。ここで、はい、はい、いきます。よいしょ。おっ、あった。はい、あ、すごい。終了です。早い。はい、これで終わりです。あっという間でしたね。はい、大きさがなかなかの大きさですね。そうですね、もう大型犬もくつろげる大きさになっております。あの表面もメッシュ素材、はい、メッシュで、はい、通気性もいいですし、もう女性でも簡単に折りたたみができるタイプになっております。うわ、ワンタッチももうワンタッチあっという間ですね。ですね、はい、であと付属品としてですね、あの日差しが気になる時にはですね、フライシートって言います、上にかぶせるシートもついてますし、はい、あとあの野外であの固定をする時の鉄の杭、そちらもセットになりますので、至れり尽くせりアウトドアお出かけに最適になってます。すごい。じゃあ風が強かったりしても飛ばされないし、はい、大丈夫です。あ、すごい商品ですね。はい、はい、続いてのご紹介、こちらのペットハウスになります。かわいい。はい、こちら出入り口がついてるんですね。ですね、はい、こちらスツール型のペットのお家になっております。はい、こちらの人間の方が人が座ることができますので、どうぞ座ってみてください。いいんですか？いいですよ、どうぞどうぞ。はい、スツールですから本当にちょっとお部屋に置いててもいいですよね。そうですね。じゃあ、はい、座らせていただきます。どうぞ。おー、いかがですか？良い座り心地でございます。はい、毛布とかクッション入れていただくとより快適に過ごしていただけると思います。なるほど、そういうことですね。はい、いや、人が座っていて中からちょっとお顔がちらっと出た時がシャッターさん、そうですね、可愛いですね。であともう一つ特徴がありまして、ご使用にならない時にこう折りたたんでコンパクトに収納することができますので、すっごくちっちゃくなりましたよ。はい、収納ができるようになります。そっか、じゃあ普段使わない時には本当に何かと何か家具の隙間、はい、隙間に入れていただいたり、もう押し入れの中でもどこでもあれば収納ができます。これは便利、いいです、おすすめです。はい、続いてご紹介させていただきますのは、もうたくさんの種類があります。こちらの AIM 腎臓の健康をご紹介をさせていただきます。腎臓の健康、はい、私あの動物と一緒に暮らしたことがないので分かりかねるんですけど、はい、腎臓って注意するところなんですか？そうですね、猫ちゃんは特にあの腎臓の病気になりやすいと言われてますので、それにですね、あのすごく役に立ちます AIM というタンパク質が配合されてますので、こちらを猫ちゃんにあげていただくと腎臓の健康を保てるという商品になっております。面白い、はい、嬉しいですね。でも加藤さん、これ2つ、はい、ほら色が違う、そうですね、2つ入ってるんですけども、こちら混ぜていただいて猫ちゃんにあげてください。そうですか、はい、1回でやるときには2本分、はい、2本分ですね、あげていただければと思います。すごい、いろんな種類がある。はい、加藤さん、私気になるものがあって、はい、あ、これ、はい、すごい、はい、チュールのすごい乳酸菌ですね。乳酸菌を取っていただくとお腹の中の調子が良くなって健康維持になりますので、こちらのワンちゃんとか猫ちゃんにあげていただければいいなという商品になります。だって、はい、乳酸菌がこのパッケージの中4本入ってますけど、はい、全部合わせて、はい、
2000億個でしょ。そうです、1本あたり500億個で4本で2000億個ですね。はい、ございます。わかんないですけど、とにかくいっぱい入ってるってことですね。入ってるって感じですね。はい、続きましてワンちゃんにですね、おすすめの商品がございます。こちらになります。こちら産地直送ふわジャーキー各種になっております。この黒豚馬肉和牛という、まあ、肉の三大王者とは言いませんが、こちらのジャーキーになります。贅沢ですね。はい、あとこれすごいですね、はい、でこちら通常のジャーキーよりもふわふわサクサクで柔らかいですので、はい、あのまあ、ちっちゃなパピーからあの老犬のシニア犬まで、はい、食べていただくことができます。もう高タンパクで鉄分もたっぷりありますので、栄養豊富なので、こちらを挙げていただくだけでももう健康に維持に大変役に立ちます。私もかじりたくなりますね。美味しそうですね。美味しそうですね。はい、お留守番させてたりとか、まあ、長期ちょっとお家を離れるとかいうことになりました、はい、お家でのご飯が気になりますよね。そうですね、その時にお役に立つのはこちらのペットニアニュートリミニフィーダーになります。ほう、難しい名前ですけど、どういうものなんですか。こちらのドライフード専門にはなるんですけれども、あの自動でですねご飯を与えていただく自動給餌器というものになります。すごい、はい、ご飯が出てくる、出てくるんですよ。まあ、まず手動でもですね、このボタンを押していただければポロポロっと、はい、出てくるんですけれども、まあ、外出時ということになりますので、アプリ専用のアプリを落としていただくと、まあ、1回5グラムで、まあ、最大50から60グラムまでっていうのを外出先からアプリで設定ができます。すごいですね、はい、何でもやっぱアプリでできちゃうんですね。そうですね。これは家族である。わあ、猫ちゃんも嬉しい、はい、ですね。もう一回押しちゃおうかな。はい、はい、出てきた。はい、私もいいですか。あ、どうぞ押しちゃおうかな。どうぞ、ポチッと、うん、出てきました。癖になってます。面白いですね。楽しいです。アプリ使わずに結局手動ですね。中がなくなっちゃいますね。はい、10月1日からワンちゃん猫ちゃんのクリスマスケーキとおせち商品の予約が始まっております。まず、初めにご紹介をさせていただきますのはキャロブとイチゴのブッシュドノエルです。こちらはキャロブパウダーを練り込んだスポンジ生地にイチゴ風味の豆乳ホイップクリームを巻いて、切り株に見立てたキャロブクリームのデコレーションでブッシュドノエルに仕立てた贅沢なケーキになっております。美味しそうです。そしてそして大好きなワンちゃんのためのおせちもありますよ。豚フィレ肉のパイ包み焼き、鶏肉の味噌風味焼きといったお肉料理でしょ。さらにブリ照り焼きとベビーホタテの甘露煮などなど魚料理も充実。いや、もうどれも本当に美味しそう。彩り豊かな具材を絵馬に見立てた五角形のお重に詰められています。オリジナルピックで見た目の楽しさをプラス、飼い主さんも楽しめるコミュニケーションフードですよ。あ、すごい、クリスマスもお正月もこうやって家族みんなでお祝いができるのって嬉しいですよね。そうですね、もうみんなで楽しんでいただければと思います。皆さんにご利用いただきたいですね。はい、今回は加藤さんにワンちゃん猫ちゃんのいろんなアイテムをご紹介いただきました。見てて本当に飽きないですし、はい、加藤さん進化してますね。そうですね、もう本日もあのご紹介をさせていただいた商品以外にも、あのワンちゃん猫ちゃんの快適な暮らし、うん、あと健康維持にですね、特化した商品まだまだたくさんございますので、うん、はい、もうぜひご来店いただいてですね、ご利用いただければと思っております。本当です、はい、皆さんぜひ家族一緒にずっと元気に楽しく過ごしてくださいね。はい、お待ちしております。いやー、またまた進化してますね、いろいろ。そうなんですよ、私自身動物と一緒に生活してないので、まずもう目から鱗、知らないことだらけでめちゃくちゃ勉強になりました。あのお誕生日のケーキとかは結構あのワンちゃんのところはね、うん、よくするけど、あのおせちもね、そう、一緒にいただきますな感じよね。どっちがいいんですか。食べてもいい、全然食べても美味しいなと思うんですよ。もちろんです、はい、うん、私あれ自動餌やり機、 あれね、私も今悩んでる。あの留守にちょっとね、うん、いない時間が長かったりするときに、あの定期的な時間で、それが健康につながるんで、本当にアプリでですよ、アプリで安心ですよね。あのテント
があったじゃないですか、はいはい、あれワンタッチで軽くパウってできるし、うん、で大型犬が入るってことは小さい赤ちゃんとかも入るってことですよね。公園とかに持って行ってとか、お母さん楽ちんですよね。結構ああいうのってペットハウスみたいなのって、うん、避難の時とか、ペットと一緒に避難する時とかもちょっといろいろあのね、ケージの中だけ窮屈だったりするので、どういうものを準備したらいいかなとか、結構毎日のように見てますね、どれぐらいのうちの猫のサイズだったらどれぐらいが避難所で迷惑ならないかなとか、でもお家の中でもこうやったら大丈夫かなとか、いろいろ考えるけど、それぐらいいろいろ今バリエーションが豊富。そうですよね、うん、もう本当に日常って考えると防災の観点からもう本当日々の健康を考えて も、 もう何より家族ですから、うん、ずっと元気で幸せに生きてほしいなっていうのが一つですよね。そうなんですよ、やっぱりね、ペットの寿命ってどう考えても人間より短いので、うん、どうやって楽しく長く暮らしてほしいかなって思いますよね。毎日考えてる、自分よりもお金かけちゃうかもしれないぜひぜひお金をかけてください、ね、いろんなグッズが出ております生活にプラスしてみてはいかがでしょうか。今日のエンジョイライフではペット用品ご紹介しました。My stuff we check a block Still today I have decided to enjoy all my life。さあエンディングは大人気我が子自慢のコーナー行きたいと思います。今日も可愛い動画が届いておりますよ。ご紹介しましょう、こちらです。エリさんとお読みするのかな、届けていただきました大好きなお姉ちゃんが幼稚園に行ってる間にこの髪飾りを見つけたんですって。お姉ちゃんのやつ。そうで、とりあえず自分の頭につけたんだけど垂れ下がってるのが気になって外したいんだけど、リボンがずっと永遠に逃げていくわけで、くるくる目が回っちゃった目回っちゃったの、回った撮りたいんだけど撮れないの、あやっと撮れた、目回っちゃったっていう。これはちょっと大賞受賞じゃないですか、これ。すっごい可愛いです。よくこのシーンを撮ってたなと思いましたよね。しかも最後くるっと倒れ込むところまで。本当ですね。いやでも気になってしょうがないわけ、ここで視界に入るこれが、あるあるあるわかる、あるちっちゃい頃影とか不思議だったのを思い出しますよね。ちっちゃい子の視界ってね、そもそもなんか狭いらしくて、どんどんね成長とともにこう広がるらしいんだけど、もうまさに今見えてるんだけど、これ何の状態、かわいいな、何回も見たい。はい、皆さんもたくさんの動画写真お待ちしております。 UMK アプリからご応募ください。採用された方にはママテレ特製のクオカードを差し上げます。どしどしご応募ください。さあここでママテレからちょっとお知らせなんですけれども、実はママテレ公開収録を行うことになりました。来週の土曜日ですね、高鍋町のルピナスパークで、実は UMK のこの食べきっと秋フェスというのを開催するんですね。ルピナスパークさんでもともとハロウィンかぼちゃ祭りというのを開かれてまして、こことこうコラボさせていただくんですけれども、食べ物のこと、ね、食品ロスのこととか、もったいないをなくしたいとか、そういうメッセージが詰まったイベントなので、たくさんの皆さんに遊びに来ていただきたいんですけれども、そこでママテレも公開収録で、子どもたちの離乳食のことですとか、好き嫌いのこととか、いろんな話をざっくばらんにみんなとお話しできるといいかなと思いまして、このスタジオ飛び出してその会場に伺うことになりました。大体午後2時ぐらいから、このぐらいからっていうのがいいでしょ2時ぐらいからちょっと公開収録を始めようかなと思ってますので、また皆さんね、会場の方もたくさんのいろんなイベントありますので、忍者たちもいますのでね、ね、うちのアナウンサーに似た忍者たちがいいんですよね、はい、遊びに来ていただけるといいかなと思います。お待ちしております。さあ今日は健康の話でした。そうですよね、さあ定期的にこれやらないとダメですね。自分のなんか成績表みたいな、学校時代の成績表みたいなことかなってね、よく言いますね、健康診断はね、けじめになります。そうですよね、行けましょうね、うん、はい、なんで声かけ合ってね、はい、本当はママ友と一緒に行くとかいいかもしれない、ちょっとお茶かけ、ね、ちょっとお茶飲んだりとかね、そう初めて意見が一致したよお茶飲んでっていう、 そう、結局検診とかになると空腹の時間を設けなきゃいけなかったりとか、ね、前の晩からね、前日食べないとかあるじゃないですか、会場も高く、そうそう、お友達と行ったらランチ何するっていう楽しさ、ドカ食いしちゃう、ドカ食い
ね、そこ気をつけたい。はい、でも本当皆さんの楽しみ見つけながらもね、あの健康って本当なくしてしまうととんでもないことになってしまいますので、皆さんでチェックしながら楽しく生きていけるといいかなと思います。ではまたママテレ次回元気にお会いします。また次回です。さよなら。検診受けよう。受けよう。私を見てルピナスパークで。今言ってる。